橋と伊藤といえば千葉最強コンビとして名高いけど、いつからそれほどの地位を確立したのかしら？それはやはり明久高校との私有の決戦以来だろうな。明久に乗り込んだあの戦争ね。千葉最強にして最悪の明久高校との抗争は三橋をより強く、そして確固たる地位に昇格させるには十分なマッチだったと言えるだろうな。それじゃ今回は明久と繰り広げてきた決戦遍歴について徹底解説していこう。なぜ明久と争うことになったのか、そして番長討伐以降の明久の末路まで網羅していくので、ぜひ最後まで見ていってくれ。他にも主要キャラの解説や強さランキング動画なども用意してあるので、チャンネル登録も忘れずにな。では始めよう。三橋たちと明久の抗争は大きく分けて3回に分けられる。まず最初の戦いは、三橋たちが2年生の時、すでに様々な学校と抗争を繰り広げていた三橋と伊藤だったが、明久校とは関わらないように努めていた。しかし、今井が明久のナンバー2相良と揉めたことで三橋もそれに参戦、相良をノックアウトしたことでついに明久抗争の火蓋が切られることとなった。相良がやられたことを知った明久の番角片桐聡は三橋と伊藤を締めようと街へ繰り出す。まずは相良との決闘でボロボロになっている伊藤の前に立ちはだかり、さらには強行人質に取ることで伊藤に土下座させた。さらに三橋を追い詰めるが、消火器を使ったり相良がリコに投げ飛ばされたりと決着がつかないままその場はお開きとなる。その後対峙した二人は怠慢で思いっきり殴り合う。しかし戦況はほぼ互角。難攻程度の頭に苦戦するサトシは思わず、俺は明久の頭だぞと三橋を牽制。それに対して三橋は、俺は三橋隆だ、と言い返した。この言葉にサトシの心は大きく変化するのよね。学校の頭とかではなく自分の気持ちの赴くままに行動をする三橋の姿を目の当たりにして、自分はいつから明久の頭ということに納得してしまったのかと自身の心の狭さを反省した。その場は警察の邪魔が入り決着はつかなかったが、以降三橋たちとサトシはしばらくの間一定の距離を置きながら学校生活を送った。翌年、本来卒業しているはずのサトシだったが留年しており、まだ学校で番角の座に座っていた。三橋たちとも決着をつけぬまま居座り続けるサトシの存在を面白く思わない新3年生たちはリーダー格である末永に相談。末永は下克上を企てる。まずはサトシの側近である鶏をボコボコにしてサトシの前に連れて行き、伊藤たちにやられたのだと嘘の報告をする。それに怒ったサトシは仲間を引き連れて伊藤を襲うが、伊藤のまっすぐの様子を見て怠慢をしようと提案。ここで明久の伝統ルールのゲームをするのよね。ああ。お互いメリケンサックをつけて目をつぶり10歩離れる。あとはガイアの声を頼りに殴り合うといったものだ。伊藤はこれを飲むがサトシは目を開けたまま。好き放題に殴るが伊藤は一向に目を開けようとしない。その男気あふれる姿に感化されてサトシもまた目を閉じる。互いに殴り合うが、途中サトシは当初目を開けていたことを告白、敗北を認めた。そこに現れたのが末永。明久のトップが難攻程度にやられたらシャレにならないと、その場で番角の座を継承する。さらにはボロボロのサトシをバットで殴り倒し、完全に実権を奪った。卑劣極まりない男ね。それを目の当たりにしていた伊藤は完全に切れる。末永討伐を企てようとするが、反対に明久も難攻への執拗な報復を開始する。街を歩く難攻生徒たちを殴り倒して、さらには校舎内に愛の募金箱を設置。愛の募金？明久は事前事業を始めたの？これは名ばかりで本当は報復を止めて欲しければ100万円を納めろというただの脅迫だ。これに応じた難攻3年の杉本は集まった100万円を持って明久へ向かうが道中襲われて金を強奪される。すべては末永の仕組んだ罠だった。ここまでされたら三橋も黙っていないわね。完全に難攻をおちょくっているからな。三橋と伊藤は100万円の回収と末永を討伐することを決意。明久全面戦争の計画を企てる。とはいえ明久討伐に二人だけだと少しばかり心細いと感じた三橋と伊藤。少しばかりではないわよね。なんせ明久のほとんどが不良の上に卒業後の進路のおよそ 30% はヤクザの道へ入るといったほどの戦力だからな。無謀にも程があるわ。そこでまず訪ねたのが紅羽高校の谷川の家。いつかは紅校も明久に目をつけられるのだから今から協力して明久を倒そうと持ちかけるが谷川は今井が納得するわけがないと拒否する。そこで三橋と伊藤は今井の家を訪れる。そこで見つけた中学時代の写真が秀逸すぎるのよね。それは置いといて、三橋は明久が今井のことを兄男と呼んでいたぞと嘘の話を始める。これを聞いた今井は怒り心頭。すぐさま明久戦への参加を決める。とんでもない素直さね。そこが今井のいいところでもあるんだがな。谷川と共に紅校で明久討伐の参加メンバーを集めようとするが誰一人として参加しようとしない。
さすがにバカバカしい話に聞こえるものね。伝説というのは最初は無謀と思われて当然だからな。今井たちのこの取り組みは高く評価すべきだろう。中野も紅子よね。中野には声をかけなかったのかしら。茨城の学校から転校してきた中野だな。当然声をかけたが、群れることを嫌う中野は参加を拒否。頼りの中野もアウト。さて困ったわね。そんな中自ら立候補してくれたのが小山だった。あ、いたわね巨漢。かつて忠実高校で番格を張っていた小山だな。暴力事件を起こして退学になり紅子へ流れ着いた暴れん坊だったが、100キロ以上ある自分を折れた指のまま投げ飛ばした今井に惚れ込み、以来兄貴と慕っている実力者だ。こうして紅子から3人が加わり合計5人で明久へ乗り込むことが決まった。しかし正面から乗り込んでも勝機は見込めないわよね。そこで三橋は作戦を考える。まず伊藤と今井たちが正門から乗り込む。その隙に三橋が裏口から侵入し金を回収、あわよくば末永を成敗するといったシナリオだ。作戦通り伊藤たちは正門から潜入、次々に襲ってくる不良たちを倒しながら校舎内まで侵入する。一方三橋は裏口から潜入して金のありかを探していた。三橋からの朗報を待ちながらなんとか耐えてきた伊藤たちだったが、次第に事態は劣勢に。谷川はやられ、今井との体も限界が近づいてきた。万事休す。その時、校舎の窓ガラスが割れる音が響いた。そこに現れたのは参加を断っていた中野だった。なんてかっこいい登場シーンでしょう。登場するなり前転からかかと落とし、三橋を超えるほどのスピードでバッタバッタと倒していく。まさに救世主。でもなんでこんな危ないところにわざわざ来てくれたのかしら。実は以前、中野は隣に住む女子大生に絡んできた不良たちを倒すために、伊藤にアパートの見張りをお願いしたことがあった。その借りを返しに来たと話していたな。え？たったそれだけでこんなところに来たの？まあそれは建前で、本当は単純に暴れたくなったというのが本音のような気もする。なんといっても喧嘩が好きで、三橋と喧嘩をするために茨城から引っ越してきたほどだからな。中野の参戦もあって一時はなんとか立て直したかに見えたが、それでも相手の異常な数にいつまで持ちこたえられるか、時間の問題だった。そんな中まさかの報告が入る。嫌な予感がするわ。血だらけになって意識を失った三橋が引きずられてやってきた。頼りにしていた三橋が倒れたことで計画は頓挫。残された5人は立ち尽くすばかり。末永は三橋を倒した者に褒美を与えようと名乗り出るように呼びかけるが、誰も名乗り出ない。じゃあ一体誰が倒したのかとあたりを見回した次の瞬間。三橋蘇生。ハンカチで顔を拭きながら微笑む三橋が立っていた。実は全ては三橋の演技。血のりで顔を汚し自ら後ろ手に縛り拘束されたように見せかけていたのだ。それに騙された明久の不良たちは三橋を末永の元へ運ぶ。三橋は計算通り屈せず末永のすぐそばまで近づくことに成功した。もう天才すぎね。ついに退治した三橋と末永。大満に挑む末永は、俺はサトシより強いぞと叫びながら振りかぶる。その言葉を聞いた三橋はギアをマックスにまで上げる。バカ言ってんじゃねえと叫び末永をたった3発でノックアウトした。こやつまねえわ、なんてかっこいいセリフでしょう。俺もこのシーンは今見ても興奮する大好きなシーンだ。特に三橋のバカ言ってんじゃねえのセリフ。末永程度の男にサトシ声を名乗られることが許せなかったのだろう。ここには三橋がサトシを最大にして最強のライバルと認めていること。同じ時代同じ地域で番格を張り続けたサトシに対するリスペクトすら感じられる。こうして金を無事回収し明久のトップを倒した三橋たちはミッションを見事達成。潮時と判断しその場を去っていった。明久陥落のニュースは即日隣町にまで伝わり、三橋たちは名実ともに千葉最強の称号を手にした。ついにやったわね。一方明久の評判は地に落ちた。後日これまでの恨みを晴らそうと多くの不良たちが明久を包囲。末永は三橋への報復をする気もなく明久派弱体化が進むばかりだった。そして物語は最終章へ突入する。ラスボス相良の登場ね。ああ、明久の OB でサトシの相棒相良がラスボスとして再登場する。これまで何度も三橋へ喧嘩を挑み返り討ちにやっていた。相良は最終決戦として三橋を追い詰めるために明久の不良たちを利用する。三橋を倒すために邪魔になりそうな仲間たちを片っ端から倒していくことを提案、一人倒すごとに3万円を払うことを約束し明久の難攻ヤンキー狩りが始まった。なんてアコギな商売なの。ついにはほとんどの仲間たちが病院送りにされた。焦った三橋と伊藤は相良を探すが、その前に現れたのが末永だった。末永二度目の対決ね。大満では叶わないことを理解している末永は多数の子分を引き連れて二人に襲いかかる。劣勢を強いられる三橋と伊藤だったが、ここに合流したのが中野だった。救世主アゲイン。
この3人が揃ったらはっきり言って敵なしだろうな。戦況は一気に逆転、子分たち全員を失った末永は精一杯の虚勢を張って三橋に挑むが瞬殺。倒れた末永はピクリとも動かない。意地とか抜かすなら一人でかかってこいと罵る三橋に対して、そりゃそうなんだが気が小さくてよ、と自身を振り返る。最後には情けねえ思い出をありがとうよ、と言葉を放って敗北した。こうして3年間という長きにわたる明久高校との戦いは幕を下ろした。三橋たちと明久との関係性がとてもよくわかったわ。ところで相良とはその後どうなったの？その後は利口拉致したり三橋たちを車で引いたりと結局一人で決戦に挑む羽目になっていたな。案の定最後には伊藤に完膚なきまでに叩きのめされることとなる。結局現役に対しても OB に対しても三橋は明久に完全勝利したということだ。史上最強の男の完成ね。その他にも明久の番長サトシや番長ランキング動画なども多数用意してあるからそちらもぜひ確認してみてくれ。チャンネル登録も忘れずにな。それでは、ご視聴ありがとうございました。